はい。皆さんこんにちは。日高整体の庄司です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、腰痛対策のストレッチやっていきます。腰痛のお話です、まあ、なので腰痛になりやすい人、これがどういった人かっていうと、もう皆さんお分かりの通り、やっぱりこれもデスクワークの人です。なんでデスクワークの人がなんで腰痛になっちゃうかっていうと、これね、お尻の筋肉が硬くなることが一つの原因なんですよ。じゃあなんで座りっぱなしによってお尻の筋肉が硬くなるかっていうと、まあこうやってずっと座って、デスクワークしてる人多いと思います。で、この座ってる時にお尻の筋肉で上半身の重さを受け止めてくれてるっていうのがこのお尻の筋肉なんですね。で、しかもこれが、いい姿勢、ちゃんと骨盤の上に上半身が乗ってれば、骨盤の骨でですね、負担を支えてくれてるんで、そこまで腰は辛くなりにくい。ただ人間の体の構造的なところと、皆さんやっぱ集中してくると体がこう、前のめりになってるんですよね。なので、この前のめりになった時に、やっぱこの体が前に倒れようとするのを支えてくれてる時に負担かかっちゃうのが、このお尻の筋肉なんです。なので、お尻の筋肉を緩めていくと、結構ね、腰楽になりますので、今日はね、そこをね、皆さんにお話ししていきたいと思います。では、今回もですね、ストレッチやる前、ストレッチやった後で、効果をですね、体感していただきたいんで、ちょっとね、今のご自身の体の状態をですね、確認していきましょう。で、体前かがみにした時に腰痛いよ、詰まるよ、でこっち反らした時も腰なんか詰まる感じするよっていうのをですね、ちょっと覚えておいてください。で、前回、前にですね、体を反らした時の腰の痛みに対しては、ももの前側伸ばしていきましょうっていうのをね、動画1本上げました。で、今回のこのね、お尻の、アプローチっていうのは、前かがみの時も、後ろかがみの時も、ね、どっちも有効なので、ぜひぜひ腰痛をね、お持ちの方はね、今回のストレッチ、やってみてください。ほい。では続いてですね、実践編やっていきたいと思います。今回のストレッチもですね、めちゃくちゃ簡単です。まあ、なので、すごくざっくりお話しすると、足を4の字にかけて前に倒していく。もうこれだけなんです。ただね、気をつけていただきたいポイントっていうのがいくつかあるんで、それをね、お話ししていきたいと思います。まず一つ目、こっちの下の方になっている足ですね。こっちの足はもう膝の角度、90度。こんな感じです。まあまあ、普通にしといてもらって、そこから、足を、かけます。まあ、今回ね、右側から始めていって、まあ、この時に4の字になるような感じですね。で、その時にですね、注意してもらいたいのが、このくるぶしがももより外側に来ること。これをですね、意識ください。これがね、くるぶしが内側になっちゃうと、足首がグイーンってなっちゃって、お尻へのストレッチしっかりとかからないので、くるぶしを外側に来るようにして、足を前傾。で、ここに、4の字に来るような形にしていただいて、で、この状態ですね。この状態で体を前に倒していきます。で、この時に注意してもらいたいのが、背中を丸めた状態で、前かがみになって、お尻にストレッチかかりません。なので、胸を張った状態。体をまっすぐにした状態で、ぐーっと前に倒れていくと、お尻のエクボンがですね、この辺りにストレッチが感じると思います。この状態でじゃあね、30秒ほどキープしていきましょう。ぐーっとキープしていきます。そう、まあ、なのでこの時にですね、お尻のストレッチ感を感じながら、ストレッチを行ってみてください。で、くれぐれも背中は丸めない、胸は張ったまんまでぐーっと股関節から折っていくような感じでですね、やっていっていただけるといいかな。そう、じんわりね、お尻の筋肉伸びてくる感じあると思います。おい、じゃあこれぐらいでですね、30秒経ったかなと思います。 OK です。なので反対側もね、やっていきたいと思います。反対側もそう、4の字にして、そう、このまま股関節のとこからグーくるも、胸を開いたまんまですね。ふーっとやってって、お尻のストレッチ感じてみてください。で、この時になんかお尻、ちょっとストレッチ感弱いなと思ったら、手で、ふーっとですね、膝を下の方向に押し付けてっていただくと、よりね、ストレッチ感感じると思います。
ぐーやっていってもらって、でこれもねやっぱ左右やってって硬い方っていうのがあると思うんで、硬い方をねより意識してやっていただくといいかなと思います。この状態でまあ、なのでね、長時間のデスクワークで硬くなっちゃってるお尻をですね、しっかりと伸ばしていきたいと思います。背中はくれぐれも丸めないですね。はい、じゃあこれぐらいでいいかなと思います。もうたったね、これだけなんです。ではね、今ストレッチ終わったので、今回もね、やった後の検査やっていきましょう。よいしょ。あ、これで、お、やっぱりお尻腰周り軽くなってますね。こう靴下とかも、おお、軽い軽い軽い、いいですね、いいですね。なのでね、今回もこれだけ簡単なエクササイズでね、腰周りのリセットって全然簡単にできるので、皆さんもね、やってみてください。はい、で今日のまとめです。長時間のデスクワークによってお尻の筋肉硬くなっちゃいますよってお話ししました。なので、足かけてお尻のストレッチやっていきましょうってお話しした時に、くるぶしですね、足をセットした時にくるぶしがももから外に出るような感じで足をセットして体を前に倒していきます。でこの体を前に倒した時に胸を張った状態、背中が丸まった状態ではなくて胸を張った状態で股関節から折っていくとお尻のストレッチ効きますので、ぜひぜひねやってみてください。もうこのエクササイズはもう一切あればできちゃう。まあね、女の人は難しいかもしれないですけれども、男の人だったらね、もう職場とかでも全然できちゃうようなエクササイズなので、時間を見つけてはやっていただけるといいかなと思います。今日の動画いかがでしたでしょうか。この動画はですね、皆さんの健康の役に立てれば私としてはですね非常に嬉しく思います。これからもですね、健康に対しての有益な情報をですね、どんどん発信していきますので、もしよろしければチャンネル登録ね、よろしくお願いいたします。今日も一日、豊かな一日を。バイバイ。